平野健、平野健、平野健、男性、1907年、明治40年10月30日から1978年、昭和53年4月3日は、日本の文芸評論家である。本名、平野明。父、リ道、母、清野長男として、京都市上京区で生まれ、5歳の時に、父の故郷である、岐阜県稲葉郡中村に転居する。父、 白隠平野理道は、法蔵寺住職であるが、文芸評論を書いていたこともある。小林秀夫は最重系。正確には、小林秀夫の母方の祖母の上谷康、旧姓千葉と、平野県の母方の祖父の千葉実が、兄弟の関係にある。1918年8月14日、10歳の時に特土帝発、法名、修介を授けられたが、 旧制中学時代に僧侶への道を拒否するようになった。岐阜中学校から名古屋の旧制第八高等学校に進学し、本田修吾や藤枝雄と知り合う。1930年、名古屋の八高から東京帝国大学文学部社会学科に進学して上京し、在学中、1932年、プロレタリア科学研究所に入り、プロレタリア文化運動に関係する。 しかし、間もなく、運動は壊滅したので、その時代はあまり業績はない。1931年、日本通信労働組合初期局で、反非合法の活動をしていた当時、小畑達夫、後に共産党のスパイサモン事件の当事者となるを、同志として、本郷の下宿に止めたところ、恋人を取られる結果になったこともある。恋人から、自分は、 あなたと一緒にいると今後進歩しない、思想的に成長しないと思う、もっとしっかりした人に指導されて、運動の中に進み行きたいと拒絶されて傷ついた、平野は晩年、私は小畑達夫に対してある、個人的な怨念を抱いてきたと述べている。この間、1933年に、東京帝国大学文学部社会学科中退。1937年。 東京帝国大学文学部美学科に再入学し、1940年に32歳で卒業。父の離道は祖父の李心による本堂再建のための3万5千円。1918年から1920年頃の金額の負債に苦しみつつ10人もの子供を育て上げた人で、決して裕福ではなかったが、県に仕送りを続け、それは1941年。 県が33歳で就職するまで続いた。戦時中は、身は売っても芸は売らぬを密かな志としていたが、1941年1月から1943年6月まで、情報局に月給100円の常勤食卓として勤務し、演説の原稿などの寄贈をした。1943年5月、中央公論社に移り、食卓として勤務。 また文学報告会評論随筆部会の幹事を務め、文化学院に講師として務めた。戦後、本田昭後、萩谷武志高、荒松里、佐々木貴一、小田切秀夫、山室生と、雑誌、近代文学を創刊し、新しい文学を目指した。この時期は、倉原コレトと小林秀夫とを模範とするというところに、彼らの特徴が現れていた。平野は、 その中で積極的に文学状況に対して発言し、小林滝次と日野足平等を表裏一体として捉えることを課題とした。この宣言から中野重春や宮本賢治らと、いわゆる政治と文学論争が起き、戦前のプロレタリア文学の再検討の機運を作った。1950年から1955年まで相模女子大学教授、 1957年明治、大学文学専任講師、62年教授となり、死去まで務めた。首長は、島崎藤村と芸術と実生活だが、前者は藤村の私生活を暴き立てたとして、亀井翔一郎の批判を受けた。後者については、中村光雄が、私小説は、田山家隊の布団に始まるとしたのに対し、1913年、 大正2年の近松明恵、疑惑と木村聡太、権印を死小説の乱象とする説を出しており、一時期学会の定説化していた。純文学論争は、1960年、松本清張、水上勤と村の中間小説が、評論家の賞賛を受けていた時期に、平野が純文学というのは、歴史的概念だと書いたことに橋を発したものだが、実はそれ以前から、 大岡昌平による松本成長批判などの前哨戦があった。優れた娯楽小説は純文学に勝るという考え方は、現在もしばしば論争の種になるくらいで、決着がついていない。1957年、タミヤ・トラヒコと防災との往復書簡が、愛の片見の題名で刊行されベストセラーになると、群像1957年10月号に、誰かが言わねばならぬ。 愛の形見批判を発表し、同性、特殊な、不自然な、変態的な書物と批判。平野はさらにタミヤの小説にも、筆法を向け、絵本、菊坂を、二流の小説作品、足ずり岬を、三流の文学作品とこきおろし。平野はまた、妻の死について書かずにいられぬ、タミヤ虎彦の気持ちの中には、妻からの解放感が隠されていたはずであると邪推し。 タミヤは愛の形見の印税で女と遊んでいたと小田切秀夫に吹調した。これに対しタミヤは新朝1980年10月号に将軍トルストイとスターリンを書いて抗議した。平野がここまで激しく反発したのは平野自身の妻に対する態度がタミヤとは対処的に冷淡だったからではないかと青山康二は推測している。青山によれば平野は妻が 来客に話しかけようとすると、し、しっと犬猫のように追い払っていたという。1977年に日本芸術院賞を受賞。1978年4月3日、蜘蛛膜下出血のため、東京都世田谷区の日産厚生会玉川病院で死去。改名は、表現委員、釈修介。 戦時中最翼的な文学者のブラックリストを中川与一が警察に提出したという噂が戦後流れた。これも一因となって中川は分断からパージされたと言われる。しかしこれは平野県によるデマで自身の戦争協力を隠蔽するための工作だったと言われ平野自身の戦争協力を隠すためだったとする見方が今では有力である森下説。 一人ぽっちと高い、中川与一の光と影。他に、杉野陽吉、ある批評家の肖像平野県の、戦中、戦後弁制出版屋へと圧し、昭和の文人が、平野の戦時中の行為の、戦後における隠蔽を追求してきたが、平野の弟子にあたる中山和子らは、沈黙を守っている。また、内閣情報部時代の上司の井上次郎からは、 大東亜戦争を手放しで賛美した文章、婦人朝日1942年8月号、現代文学1942年3月号などを意図的に平野県全集、新庁舎ら外したことを非難されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。